ハンス・ボルフ・ハンス・ボルフは、ナチス・ドイツ時代の強制収容所における、収容者組織の隊員。ブーヘンバルト強制収容所の収容者であり、トレグリッツ外部収容所にて、専任人収容者の役職を務めた。1902年、リューカーズ・ビュールに生を受ける。1942年末、おそらくは、通常の犯罪者囚人としてブーヘンバルト収容所に送られる。 当初は採石場での作業に従事しており、また後に主張したところによれば、ブロック46で行われた発信地フス実験にも、発端者として参加したという。その後、鉄道作業班における監督員としての勤務を経て、1944年5月から1945年4月12日に、かけて、専人収容者としてブルヘンバルト収容所の付属収容所に派遣され、 ビリーというコードネームで勤務した。監督員たる、ボルフの下囚人らは空襲で破壊された、ブラバック社工場の復旧工事に参加させられた。彼らの労働環境、生活環境は劣悪で、また食事等の供給にも問題があり、1944年6月から1945年4月初頭までに、少なくとも5871名の囚人が死亡した。 敗戦後、ボルフは連合国軍によって逮捕され、ダッハウ裁判のブーヘンバルト主要裁判において、他の30名と共に起訴を受けた。彼は連合国軍の捕虜を虐待して、食料を奪ったことについて訴えられたほか、彼が警備内犯でも囚人を殴打しており、囚人の虐待について、SS 隊員から報酬を受け取っていたとの目撃証言もあった。 収容所付け医師のエドウィン・カッツェンエレンボーゲンさえも、ボルフの行いを非難する証言を行い、ボルフには頭部外傷や転換の影響があったのだと述べた。ボルフ自身は、自らが経験なユダヤ教徒たる囚人に過ぎず、また二人のアメリカ兵に私服を与え脱走させたことも、あると主張した。1947年8月14日、ボルフの ブーヘンバルト収容所運営への協力及び参加の罪について公主刑による死刑が宣告された。同年11月19日、ランツベルク先般収容所にて公主刑が執行された。ありがとうございます。